ベイタピでーす。はい、ということで今日は旦那さんとデートする日のゲットレディ・ウィズ・ミーを撮っていきたいと思います。夏の動画ではレイタのお家初公開だよね。はい、ソファーのみですが、一応その横にいらっしゃる方もご紹介していただいていいですか？これはこの家で唯一のぬいぐるみ、カワウソのウッソーくんです。今つけたよねこれはいつも抱き枕になってます。はい、では早速メイクをしていきたいと思います。どうぞ。はい、じゃあ今完全なすっぴんな状態なので、ここからカラコンつけていきます。昨日受け取ったんですよね、あの R ちゃんのこれですR ちゃんのやつ、なんか R ちゃんのカラコンがいろんなとこでバズってたから買ってみた。はい、じゃあ始めます。じゃあベースです。ポール&ジョーのプロテクティングファンデーションプライマー02。この動画用にナッツのインスタで質問を募集したので、それを一緒に答えていきたいと思います。デビちゃんの顔出し予定はありますか？これね、めっちゃ聞かれるんですけど、どうしましょうって感じですよね。だってでもちっちゃい時って正直顔変わるから出しても別にいいかなって思ったりもするんですけど、なんか結構みんなさ、保育園とか幼稚園入るまで見せて、なんか3歳ぐらいまでみたいなさ、ありますよね。そういうじゃない、なんかみんな、でもなんか3歳まで見せちゃったら、なんか何だかんだ別にもう見せても大丈夫じゃないみたいなノリにもなってきそうだし。じゃあまだ今どっちか決めてないの？はい、ファンデーション断コモです。タンイルドルウルトラウェアリキッド02番。いつもそれ？いつもこれです。で、ファンデーションは顔の周りにつけます。中心は白くします、他のファンデで。あ、そうなんだ。はい、そうそう、2個使うってこと？めっちゃ楽です。ハイライト効果。子供の名前はもう決めてるの？決めてるんです。めっちゃ可愛い名前を、名前は公開しないでいこうかなって思ってるんですけど、今のところ多分誰とも被ってないだろうなっていう名前。名前決めてる時まだ性別分かってなくて、男の子だと思って決めてたんですよ、完全に。でも女でもいけるじゃんって思って、そのままその名前にしてるんですけど。え、そうなんだ。でも全然男用って知らなかったけど、はい、意外といけますよね。全然普通女の子でもいける、うん、で、質問でもう言ってると思うけど、はい、性別は公開しないんですかって今も出てたけどね最初から言ったよね。最初から言ってます、性別は女の子です。なんかその写真とか見てもお腹丸いから女の子かなみたいな、言ってるよって思いながらはい、そしたらこっちですね。アスネの21番、ライトベージュを、こうめっちゃ白くて、これをこのハイライトを塗るところに仕込んどくと最近いいってことに気づいて、でちょっとこの鼻とか顎だけちょっと足すって感じですね。はい、そしたらコンシーラーです。ディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラーの 1N と 2N、 1N でクマとニキビ跡、コンシーラーはパフで伸ばします。で、 2N で小鼻を潰します。小鼻の方はスポンジで伸ばします。旦那さんと付き合って何年ですか？だって1年半とかで、まあ、短いっちゃ短いのかな。レカにしては長いんですよね。ちょうど1年半とかです。旦那さんとの馴れ初めは？出会いは共通の先輩がいて、その人がなんか謎のご飯会を開いたんですよ。まあよくある謎のご飯会みたいなやつに呼ばれて行ったら、隣の席に座ってて、で出会ってって感じ。え、もう一目惚れってこと？いや、全く、お互い全く、もうレイカもタイプじゃないし、あっちもタイプじゃないし、全然だけど、隣の席だったから、なんか話してたんですよ、よく。本当にお互い何もなくて、後日その DM のやり取りはしたんですけど、そっかご飯でも行きましょうみたいな DM が来て、でその中、その DM が来る視点でそれを受け入れるってことは、まあ何かあるかもしれないじゃないですか、今後。そうだね。いや、その時に、え、こいつだけはないよねって自分に言い聞かせてから言ったんですけど、なんかこんなんなっちゃって。え、初デートでも付き合った？いや、2回目ぐらい？なんか遊びだったらしいんですよ、レイカは完全に。で、それを、
その2回目会った時に言われたんですよ。え、遊びだったよって？なんか、レイクが、え、どういう感じなの？みたいな感じで聞いたんですよ。あ、なるほどね。これは、みたいな。こう、何かになる前提でこういう会い方をしてるのか、それとも、なんかシンプルなものなのかみたいな聞いたら、え、遊びだよみたいな素直に言われて、それになんかちょっとメラってきて、ね、イラッとメラッとみたいな、なんでこんなやつに遊ばれないといけないのと思って、遊ぶんだったらもう今日以降会わない、え、無理ですって言ったら、なんかその無理ですにキュンってしたらしい。今までだったらそのなんか無理って言われることがなかったらしくて、遊びだったらじゃあもうこのまま遊ぼうみたいな、女の子はっていう子がいた中で、なんかもう合わないみたいなのがなかったらしくて、彼の中で。なるほどね。で、それがなんか、あ、こいつ面白い女的なニュアンス、こいつ面白い女やばいみたいになって、で、なんかご飯食べてる時に、うん、バラ持ってきて急に。え、その 2回目のご飯で？はい。なんかちょっと待っててって言われて、タバコが吸えないお店だったので、タバコでも行ったのかなって思ったら、うん、なんか5本のバラ思って帰ってきて、付き合おうみたいな。すごい。言われて、そこでキュンってきたんですよ、逆に。もしそこでバラ5本持ってなかったら、はい。っていう可能性もあるってこと、もあるってことですね。すごい、ね。すごいですよね。でも超ロマンチックだね。はい。素敵な出会いですね、じゃあ。確かに。めちゃめちゃ素敵な出会いだと思います。アイベース塗ります。トムフォードです。あ、アイシャドウは、プチプラキャンメイクの01番とサナエクセルの04番を混ぜます。キャンメイクのこことここ混ぜて下にます。プルーって、プチプラのアイシャドウを塗るんだったら絶対にトムフォードのこのアイベースは塗った方がいい。なんか発色が本当に変わる。じゃあこのエクセルのこのここをもう適当にザーッとしたら、このエクセル黒い、一番黒いので、この二重幅を塗りつぶします。ま、まぶたなんて適当に塗ってればグラデーションになるって感じなんで、適当でしたら、あ、ダイソービュアグラムの02番、ペンシルのアイブロウペンシル02番でアイブロウ描きます。マジ涙袋濃く描く。で、そのままそのペンシルで口の上に三角を描きます。それは何の効果があるの？これやるとここがこうぷくってなってるように見えるんですよ。なるほどね。ここがこのみんな使ってるキャンメイク、クリーミータッチライナー03番、よく聞くやつ、ね、よく聞くやつで、際に塗ることにしました。で、あとこの目頭のここにも、したら次はアイライン。アイラインはヒロインメイクのブラックです。アイラインはちょっと長めにします。じゃあ次の質問ですか。はい。結婚妊娠発表して反響はどうでしたか？反響めっちゃあった。だし、昔その高校生の時とかにお仕事とかで一緒になった子たちとかからも連絡が来たりとかして、それが自分的に意外で、あとなんか久々にマルキューでお買い物してたんですけど、マルキューのお買い物したお店の店員さんからおめでとうございます見ましたって言われて、えみたいな、マルキュー店員も見てんなと思って、それはめっちゃびっくりした。ありがたいですね、本当に。で、次、彼とした一番でかい喧嘩のエピソードを教えてください。え、でかい喧嘩しかなさすぎて、もうどれを話したらいいのかわかんないですよね。あ、それこそ夏ぐらいにまーみちゃんとせいせいとアゲハのせいなちゃんを連れて、で、レイカの彼とかその彼の周りとかでちょっと旅行にプラッと行った時があって、その時にもう死ぬほどみんな飲んじゃって、で、あの、お互い記憶ないけど、喧嘩の内容は記憶ないけど、本当にそれを見てたせいなちゃんとせいかがもう死ぬほど怖がってたらしくて、噂によると殴り合いだったらしくて、ガチの殴り合いをしてたらしくて、ボッコボコお互いで、もせいかとかもう本当に怖すぎてみたいな、止めようと思ったけどみたいな、激しすぎて自分が殺されると思ったみたいな、それぐらいやばかったらしくて、そういうのもしたことありますね。今はもうないけど、
あ、でもあと一回家で喧嘩した時包丁飛んできたことあります。で、まあ、レイカに向かった包丁投げたわけじゃなくて、その壁に向かった包丁投げしたんですけど、彼は。でも綺麗に壁にあのシャキーンって包丁が刺さりました。映画じゃん。怖っってなって、ちょっと落ち着こうって思った。それぐらい、もうなんかめちゃめちゃハードな喧嘩をしてた、前まで。でも最近本当に、ここだから、半年ぐらいは本当に落ち着いてます。まあ、一旦こんぐらいで。はい。さあ次、あ、眉毛ですね。このみんな使ってるケイトの EX4 番、もう土台がいるので非常に色をつけるぐらい。どのタイミングで妊娠に気づきましたか？どのタイミング、まあでもそれこそまあ異変を感じて検査して出たみたいな。もうほんとそのまんま、なんかほんとにあのドラマとかであるような感じのやつですね。っていうので、まあ眉マスします。ケイトのもうあるある、これもあるある、多分 BR1。 子供のために貯金はしてますか？貯金してない。でもほんとになんか、なんかあった時用のお金はずっとはあるけど、できてから貯金頑張ってるとかはないかもしれない。じゃあそもそもあるよってことね。はい、ある程度はあります。ラブテープですね。はい、シャネルの71番、マリス。どんなママになりたいですか？どんなママ、え、もうこのまんまがいいですよね。本当になんかあの母親すぎない感じがいいです。友達みたいな、誰かママって呼ばれるよりレイカって呼ばれたい。じゃあ本当にパパがこういう感じなんですよ。レイカのパパがもう本当にもうこれ、もう中身がこれで、レイカのことを娘だと思ってないのがパパだから、そういう感じがいいなって思ってます。そのいい意味で雑っていうか、友達みたいな感じがいいですね。はい、マスカラです。フラインメイクです。ブラックカール&ボリュームってやつですね。レイカアイラブママの専属モデルになる予定はありますか？ないですね、今のところ。まあそもそもね、私が全然ナッツにいてほしいんで。ありがとうございます。教えたらちょっとごめんけど行かないでって止めると思います。そう、なんかあれですよね、急にね、え、行きますって言われても、相談もなしってなるよね。どうしてって感じですよね。じゃあ次、ほんまにおめでとう、赤ちゃんの服とか買った？買ってないんですよね。じゃあ本当に6ヶ月ぐらいで買おうかなってなったんですけど、マジで買っても置く場所ないなと思って、こんなに早く買ってもって思って、服は意外といらないって言うじゃないですか、すぐ大きくなるし。なんか6枚ぐらいでいいってみんな言うから、6枚だったら直前でも間に合うじゃんみたいな感じでマジで買ってなくて、しかもなんか最初はユニクロがいいとかみんな言うから、ユニクロなんてもう家から5分のところにあるからいいやと思って、本当になんか服は全然感じですね。だから3ヶ月ぐらいしたらちょっと可愛い服大量買いしたいですね。はじめまして、今日私も心拍が確認でき妊娠しました。座りなどはありましたか？座りね、ないんですよね、本当に、ね、今も後期がなくて、なんか後期ないっていうとこれからですよとか言われるんですけど、でかなんかあのみんなよりお腹が下の方にあって、病院の先生曰く赤ちゃんがちょっとちっちゃいんですよ、みんなよりちっちゃいと下の方にありますって言われて、下にあるから胃が圧迫されてないらしくて座りがないっぽくて、でこれから大きくなっても上に上がってくることってもう多分8ヶ月だとないから、でかくなってもどん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 前に下にでかくなるって考えると、多分もう圧迫されない気がして、ちょっとぐらいは欲しかった。そっちの方がなんか座りつらかったよねっていう会話もしたいし、座りつらかったんだよねって言われると人に、で私なかったんですって言った時のなんか反応気まずすぎて、なんかマウント持ってるみたいで嫌なの、え、うちなかったんだよねみたいな感じの雰囲気が嫌だから、なんかちょっと会ってほしかったって思ってます。はい、まつげはこんな感じです。このさっき眉毛描いたケイトのやつで、もう一回涙袋を上からこの一番濃いところを取って、でか多分顔の骨格的に涙袋が本当に濃く発色されないんです、多分奥目だからなのかな。
なんか凹凸がなくて目に。そのままライトあるからこれじゃあ一旦いいとして、あと次ハイライトですね。最後に2個使いで一旦シャネルの10番アイボリーゴールドで鼻、はい、このビコンで、そしたらこの安定のディオールで他を塗り絵します。顎とおでこと、もう一回も適当にしたらリップを塗ります。この両方韓国、なんとこれのもあの最近出た新作のやつの5番と DINTO、 この最近流行ってるブランドの251番、この251番をまず一旦塗る。なんかちょっと形だけこれで描いて、ロム&で中を塗りつぶします。なんかデータなんでツルツルでいきますね。これ買って、じゃあ改めてこだわりのポイントください。こだわりは涙袋を濃く描くところ。そこマジで奥目の人は絶対に濃く描くか、それかもう描かないのが一番いいらしいんですけど、涙袋はレイク欲しいタイプなので濃く描きます。あとは鼻がちょっとレイク横から見ると高さはあるのに、前から見るとブチャってしてる鼻が嫌なので、鼻をめちゃめちゃ削るシェーディングで、この鼻先ここをめっちゃ削るのが効果的メイクですね。はい、ということでお洋服着替えて髪の毛セットしていきたいと思います。はい、ということで着替えて髪の毛も終わりました。イエーイ。はい、お洋服はこんな感じです。デレレレレレー、かわいいですね。こんな感じで、まあ、白いバッグを持って白いスニーカーを履くって感じですかね。春っぽいお花見コーデみたいな感じです。今日はどんなデート行ったんですか？今日は春なの でちょうど今4月1週目なので桜を見に行きたいと思います。初お花見？初お花見です。屋台飯とか食べて、それが夜ご飯かなって感じです。はい、ではインスタに質問を送ってくれた方ありがとうございました。ということで、この動画がいいなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。バイバーイ。